ある経営の島田です。この動画ではですね、中途採用者ですね、中途で採用した方のですね、初期教育を OJT だけに任せると短期退職になりやすいですよというお話ですね。入社後6ヶ月間のプログラムが絶対大事ですよという話です。まあ、中小零細企業の、ね、人手不足がどん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 厳しくなっていきます。その中で仮に、ね、縁があってやっと中途で新人が入ってきたと、ね、なのにですね、勉強せよと事務所に放置したり、 OJT と称していきなり現場作業をさせたり、誰かで構わず先輩上司と現場同行させたり、ね、としっかりした目的と計画を持ってなくて、成り行きで新人の初期教育をしている企業結構多いんじゃないですかね。結局ね、そのツケが入社後短期間で退職ということにつながっているんですね。せっかく入ったけども6ヶ月後にはいないという、ね、6ヶ月以内で辞めてしまうと。でそういうこと言いますね。いや分かるけど忙しいんですよと。だからいちいち面倒なんか見れないんですとかね。いやそのうち仕事も覚えるだろう。いやなんとか課長に任せてるからなんとかするだろう。そんな甘い発想でいくと、やっぱり新人っていうのは長続きしないわけですね。ポイントがありますね。まず相手はね、人が3倍早く育つという方法があるんですね。これ実は予習実習復習というやつなんですけども、これ学生時代も勉強できる子は必ず予習復習をしていたと思うんです。で予習して明日の学校での勉強を想定して、で予習したから学校でしっかり理解できる、そして実習ですね、そして帰った後今日の勉強理解したものをさらに確実なものにしていく、これは復習、まあ、当然それが学習効果を高めるわけですね。まあ、絵に描いたような優秀な子どもの絵ですね。私もそれをしとったらもう少しいい、ね、成績だったのかなという気がしますけどね。仕事は全く同じだと。ただし仕事の場合は予習をするにはマニュアルとかチェックリスト、動画なんかのツールが必要です。イメージとしてはこんな感じです。上司が転職してきた新人に言うんですね。なんだか君、明日まるまる作業してもらうから、まるまるマニュアルと動画の A の何番というのが、ね、見れるんで、サーバーに入ってるからそこでしっかり視聴して概念だけ把握しておけよとかですね。特に丸々作業はね、ちゃんと、まあ、聞いた段階で疑問点を整理して明日 A 課長の指導を受けるようにね、まあ現場に行ってちょっとこういう難しい点があると思うから動画まず見とけとかですね。で指示します。そしてその実習、いわゆる当日です。当日が終わったらばね、今日丸々作業をね、昨日してみたけど、昨日視聴した丸々動画との動画の A の何番を見たよねと、何が違っておったね、いやこういう点が違っておりました、そうね、その違いはどっから来ると思うかいと復習の会話をするんですね。そうすると一つの作業を3回経験するわけですから、当然覚えていくのは当たり前なんですね。これが3倍速で人を育つという一つのキーワード、そういうツールがあれば3倍速できるわけです。なのにないとちんたらちんたらとですね、 OJT という名前で、ね、社員もね、新人さんもですね、今日は何の仕事させられるんだろうかと、目的もわからんまんま、ね、矛盾を感じつつ仕事を取り組む、そのうちこの会社おかしいぞと思って辞めていくわけですね。で2番目、6ヶ月間教育カリキュラム、これ作りましょうということですね。新人の初期教育をするにはあらかじめ教育計画を作成して、何をどのタイミングで誰がどんな形で出場するか、経験させるか、これを決めておかなくなりません。これが6ヶ月間教育カリキュラムというやつですね。まあ今まで我々も、ね、社会福祉法人とか医療機関、一般企業でもこういうのを作ってきました。やっぱりないとね、教育がバラバラになっていくんですよね。そしてその教育を項目と担当者といつというのを決めてないもんだから、もう誰も責任を取らないわけですね、新人教育に対してね。これは非常に困る。まあ、これはある住宅会社もですね、事例ですね。まあ、例えば何書いてるかって言ったら、こう内容と対象先、誰が指示するのか、そしてまあ
第1週目にこうこの色ついてるのがこの週にこれやれよって言って、ここに誰が指示するかまで変えてるんで、その方がこの日程通りやりなさいってことで6ヶ月間ですね、現場でやることを、事務所でやることを細かく規定していってます。これに沿って教育を進めていくというのが流れなんですね。あるとないとだいぶ違ってますよ。でこれを、まあ、我々なんかは要望に応じてね、オーダーメイドで作っていってるんですね。これは見える化です。でできればこういったものはホームページの中に貼り付けてね、我が社はこういうスケジュールでやるから安心して入ってきてくれということで、訴求効果にもなっていくんですね。その前ね、新人の OJT をとにかくね、幹部に任せっきりにしない、経営者役員クラスと直接のコミュニケーションを大事にしてくれということですね。多くの経営者は新人がですね、入社したらば、まあ現場の長とか先輩社員に現場指導の OJT、 オンザジョブトレーニングを任せますよね。ここで大事なことは、現場指導をする役職者や先輩社員はね、仕事を覚えさせることに精一杯で、仕事の価値観の育成とか自社の良さやうちの会社での未来像、こういったことはしっかり指導してくれませんよという話です。そういうシステムとか仕組みとか教育体制がない会社ではやってくれませんよということですね。そこで経営者や役員クラスが精神面の指導や価値観の指導を最初にやっておきましょうということですね。そうしませんと、現場の長や先輩社員からつまらないゴシップネタを新人に吹き込まれるんです。うちの会社はこういう人がおるよ、こんな人はこんなことだもんね、とか、あんな人があったもんね、うちは退職金がどうだもんね、とかね。でその、いわゆる聞く必要ないことを現場で一緒に車で運転してる最中に聞くわけですよ、ね、だから会社の悪い点ばっかり伝えられて、入社早々から不信感を持ってしまう新人が、あとダメな役職者や先輩社員とのコミュニケーションの量が増えると、当然マイナスが人材育成になりがちです。当たり前ですよね。要はですね、新人とコミュニケーションをする時間が現場の長や先輩社員が圧倒的に多いんです。まあこれ仕方ないことだけど、でそこで間違った情報とか間違った考えとかにも、ね、ものが入ってくると、それに洗脳されてしまうという怖さなんです。そこで経営者役員クラスとのですね、直接のコミュニケーションを取るカリクラも言えませんと、いいですか、さっき言った間違った先輩の間違った情報に翻弄されて、間違った情報を鵜呑みにする新人に仕上がっていくということです。まあ間違ったというとね、いかに自分の会社の社員を信用してないみたいに聞こえるかもしれませんけども、全員が全員心の底から信頼できるわけじゃないですよね。ですから最低でもですね、入社後6ヶ月間は週に 2,3 回経営者役員とのね、新人さんのね、個別コーチング面談をしていただきたいと。そうすることでやっぱり正しい情報を伝えていこうということですね。まあその経営者役員がつまらん情報をもし伝えるんだと思うから会社で上げてダメなんですけどね。はい、今のお話はですね、2022年4月7日に新刊出版記念コロナ禍の人材採用定着化セミナーというところでもね、またお話ししていきます。これはリアルとズームでのハイブリッドセミナーになります。まあこういうですね、本がちょっともしかしたら少しデザインが変わるかもしれません。ホームページにもですね、またメールマガとかね、いろんなものにブログにもこれ書いてますので、もし、ご興味があったらね、ぜひとも参加してみてください。はい、今日はですね、このまあ6ヶ月間教育カリキュラムという話をさせていただきました。では以上です。